い、どうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回はですね、超インド式計算ということで、この動画を見てもらえればあなたの一生分の計算に革命が起こります。よくインド式計算って耳にすると思うんですけど、いろんな種類があって、でそれぞれなんかいろんなパターンがあって、どうやって覚えていけばいいのかとか、いろんなパターンあって覚えられないよみたいな方が多分たくさんいると思うんですよね。だけどこの動画では完璧にそれをどこに着目して、どのインド式計算を適用していけばいいか、その手順を完璧に網羅して、かつ理論からしっかりと説明しているので、この動画を見てもらえればもうインド式計算については十分。しかもインド式計算って実はある特定の場合しか使えないんですよね。この10の位が一緒とか、まあ、83×87、それは7221なんですけど、そういった特定の場合にしか使えない。そこで全ての場合において使える超インド式計算、これについても今回ご紹介しようと思います。実はその超インド式計算っていうのは僕が自分で編み出した方法なんですけど、僕ソロ版やってないんですよ。だけどつい最近はセンター数学 1A10 分で解いてみたっていう動画を上げて、ですげえ計算早いみたいな感じでいろんなところでコメントいただいたので、じゃあ僕がソロ版やってないながらにしてどうやって計算を早くしているのかといった、そういった秘訣についても僕の要は計算技術の全てをここで放出しようと思うので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。ということで早速やっていきましょう。超インド式計算、タージマハル、綺麗ですね。インドの世界遺産行きたいですね。ということで全体の流れ、まずインド式計算から始まり、超インド式計算の方を説明していくと。でこのインド式計算って特定の場合しか使えなかったんですよね。どういう特定の場合か、今 AB×CD というものを考えましょう。 AB っていうのは10の位が A、 1の位が B ということです。その場合、まず ① の場合か ② の場合かっていうことを考えていく。まず考えるのは10の位が同じかな、10の位が同じ場合は ① からの、次に1の位が同じ場合っていうのが ② に対応するわけですね。ということでまず10の位が同じかなっていうふうに見てあげるわけですよ。で同じだったら2パターンあると、1の位の合計が10、それかその他、だから1の位が合わせて10ですかなっていうふうに考えてあげるわけですね。だからまず10の位が同じっていうことを確認して、もし同じなら1の位が足してどうなるかなっていうふうに見る。でもし10の位が違ったら次に1の位同じかなっていうふうに見ると。で1の位が同じ場合に使えるのは10の位の合計が10の時だけですね。ということでまずパッと見て10の位が同じかな、1の位が同じかなっていうふうに見ていって、同じものがあればそれぞれ10の位が同じなら1の位の合計が10だろうがその他だろうがあるので、どっちのパターンかって当てはめてあげて、1の位が同じだって分かればあとは10の位の合計が10かどうかって、で10じゃなかったらそもそも使えないので超インド式計算でしっかりと計算してあげるっていうふうになっていくわけですね。でインド式計算の方はこういった制約があるわけですね、場合の。そのため超インド式計算っていうもので制約がないと、制約がなく計算できるので、こちらの方を使ってもらえたらなと思います。でその時に理論をしっかりと完全解説していくので、超インド式計算、あとインド式計算の方もしっかりと理論から理解して学ぶことができます。でその時に分配法則さえ分かれば大丈夫なので、中1以上の数学が分かってれば大丈夫です。で一応初めに言っとかなければいけないのは、この授業を聞くだけではなく、しっかりと聞いた後に演習してくださいね。演習して初めて自分の身になるので、その演習がなければ、LINE アットでも演習問題とかを配ろうと思っているので、そちらを活用してもらってもいいですし、自分で演習積んで、しっかりと身になるよう、しっかりと演習してくださいね。まず、そのインド式計算とか始まる前に、足し算掛け算のコツっていうところを、まずしっかり押さえてほしいですね。で、これについて、まずこれを聞くだけで、もうこの動画元取れると言っても過言じゃないですね。コツ、前から計算していく。これなんですよ。これってかなりどういうことって思うかもしれないですけど、基本的に計算早い人はみんな無意識のうちにそれしてますね。例えば、64+32。これ96ですね。で、普通筆算とかって、後ろから6、9っていう風にやると思うんですけど、違うんですよ。後ろからじゃなくて、前から足していく。6+3=9。4+2=6っていう順番で、64+32=96っていう風に見ていくんですよ。こうすることによってちゃんと数字を見ている順番通りに計算できるから結果的に速くなるんですよね。じゃあ繰り上がりがある時どうするのって思うじゃないですか。
こういう場合も同じ、まず 6+7 で13がなるんですよね。だから130が立って 8+3 で11が立つ。だからそれを合わせて130に繰り上がり入れて41っていうふうに前から計算してあげる。これに慣れるだけで格段と速くなります。基本的に計算速い人はみんなこれでやってますね。掛け算もそう。これも 32×3 はっつったら、普通は後ろから 2×3 で6、33が9っていうふうにやると思うんですけど、こうじゃない、前からやる。 3×3 が9で、その次 2×36 で、これも同じように、じゃあ繰り上がりはっつったら、78×6 っつったら、まず 7×6 で42が立って、6波48が立つ。42で24繰り上がるから46っていうのを入れて8というふうに残るわけですね。こういうふうに前から解いていく。構成問題に 78×6 はっていったら、70の時点で420が思い浮かぶ、8の時点で48が、で4が繰り上がりきて468っていうのが前からいけるというわけですね。一回後ろを挟むと、まず78っていうものを、70っていうのを取って8っていうのに来て、70っていうふうに思い浮かべてあげるわけですね。こういうふうに前から計算することによって一気に計算が速くなるわけですね。それを踏まえた上で、じゃあインド式計算っていうものをやっていきましょう。まずパターン1、10の位が同じだった場合っていうことですね。例えばこれは10の位が一緒ですよね。そのやつは2パターンに分かれて、1の位の合計が10、今回は1の位の合計が10だと。で、それか1の位がその他の場合で、1の位の合計が10の場合は超簡単、はい、イージーということで、実際にやってみると、今適当に数字並べたんですけど、 65×65 とかだったら4225、これは10の位が一緒で足したら10になりますね。まずこの基本形、なんとか 15× なんとか15っていうものは全部それを満たすので、その基本形から押さえてあげると分かりやすいです。なんとか 15× なんとか15、なんとか15の2乗ってことですね。その場合はどうやって計算化するかっていうと、まずこの6と6のに注目してあげて、片方1足すんですよ。 6×7 で42、それがここに来るんですよ。で、残ったこの 5×5 っていうものをここに25っていう風にしてあげれば終わりっていう話ですね。本当にこれだけ。他にも例えばこれ計算するとどうなりますか？もちろん7225ですよね。ここが一緒で、ここの合計が10ということで、8かけ片方を1足して9で72と、で 5×5 の方で25と、7225っていうのがすぐ分かるわけですね。これで何十五かける何十五はできた。同じようにこれ何十五何十五だけじゃなくて、こういう9が一緒で、かつ後ろの和が10、5+5だけじゃなくて3+7みたいな感じで、和が10のものも全く一緒にできるというわけですね。これはまずこの部分見てあげると、9×9の1個上の 9×10 で90、青の方は 3×7 で21と、これでできるわけですね。まあ、とりあえず理屈については後ほど説明するので、あ、こんな感じでできるんだっていう風に理解してもらえるといいかなと思います。じゃあ練習題として、はい、これ何ですか？もちろん1216ですね。こんな感じでパッと解けるわけです。じゃあ次に、その他1の位の合計が10にならない場合っていうものを紹介していこうと思います。これのポイントはキーワード前足し後ろ掛け、これを覚えてください。前足し後ろ掛け、前足し後ろ掛け、これをまず押さえてください。分かりやすいように例題として、この10の位が同じっていうのを最初1の場合っていうふうに考えてあげましょう。例えば 16×13 とか、これっていうのは10の位は一緒ですね。だけど1の位足しても10にならない、困ったぞってなるわけなんですよ。じゃあそれをどうやって計算していくか、これちょっと筆算で考えてあげます。これコツがあって、まず後ろを軸にして考えるんですね。後ろ、この3を軸にして考えて、前足し後ろ掛け、前足し後ろ掛け、どういうことか、この3を前全部に16に足してあげるんですよ。3に16を足してあげると19で、その19をここに書くと、1個ずらして書く。でその上で後ろ掛けしてあげる、 6×3、 後ろの6だけに書けるってことですね。そうすると18になりますよね。それは普通にこうやって書く。でこれを足してあげることによって、まあ前から計算してあげましょう。208っていうふうになるわけですね。こういう感じで前足し後ろ掛けでできるわけなんですよ。じゃあ同じように、例えば
19×17 だとしましょう。これも同じように10の位が同じで1の位足しても10にはならないということで、全足し後ろ掛け使うんだな。まず何するか、全部に足す。この後ろの赤を軸にして全足し19足す7で26、これは1個開けるで、後ろ掛け 9×7 で63をしてあげるっていうことですね。で323っていうふうになるわけなんですよ。なるほど、これでどうやらできそうだぞっていうことが分かりました。この理屈についてはまたまた後ほど説明します。全足し後ろ掛け、全足し後ろ掛け、これを覚えてみてください。じゃあ10の位が同じっていうのは、今回1って言いましたね。でも1じゃない場合もありますと。例えば 32×39 とか、これも10の位は同じだけど1の位を足しても一緒にならないというわけですね。じゃあこれどうやったらいいか、同じ全足し後ろ掛けなんですが、ちょっと変えなきゃいけないですね。どう変えるか、全足し前掛けに後ろ掛け、これをするだけ。全足し前掛け後ろ掛けっていうことを押さえておいてください。全足し前掛け後ろ掛け、どういうことか、この9をまた全足しするんですよね。32の全部に9を足すと、そしたら41ですね。で41をそのまま書いてたんですけど、1じゃなかったらその前掛け、この3をかけてあげなきゃいけないんですよ。41に3かける、そうすると前から考えると41に3で、4×3 で12で、1×3 で3が123っていうのがすぐ分かると。でそれをまた1個分けて123っていうのを書いてあげる。あとは普通に後ろ掛け、これ足してあげて1248っていうふうに分かるわけなんですよね。ということでこの9を全足ししてあげた後に前書きを1個挟んで、ここに書く 2×9 で18っていう風にして、あとは足してあげるっていう流れでやってあげるっていうことが、このインド式計算のコツなわけですね。この前書き、ここの部分が同じ、10の位が同じものが1だった場合は ×1 で、結果その前書きっていうものがいらなかったわけなんですけど、1の場合は前書きは基本的に無視しても変わらないですよね。ただそれ以外の場合はちゃんと前掛けしてあげなきゃいけないというわけですね。だから全足し後ろ掛けを覚えてあげて、あそれ1の時か、1じゃない場合は全足しに前掛けっていうのが入って後ろ掛け、全足し前掛け後ろ掛けっていう風になるわけですね。じゃあ実際にもう1個ぐらいやってみましょう。これについても暗算でできてほしいですね。本当はまず全足し73に9足すと82ですよね。この82に前掛け7をかける。82×7 は暗算でできるようになってほしいんですよね。普通筆算書かなきゃいけないよと思うと思うんですけど、さっきの掛け算のコツを押さえてあげれば暗算でできるんですよ。82と7を思い浮かべてください。8と7で56になるでしょ。で、2と7で14になるでしょ。だから前から考えると574っていうのがすぐ出てくるはずなんですね。で、これはある程度ちょっと練習してもらわないとできないかもしれない。だけど、ちょっと練習すれば誰でもできる。82×7、56と14で574。いう風にすぐできると。だから 73+9、82×7 で574、あとは普通に後ろ掛けして足して5767で、ここで気づいてほしいんですけど、574までいったら574を思い浮かべて、あと39の27を頭の中で思い浮かべて5767、そもそもこの筆算すらいらなくないっていうところまで最終的に持っていければもう完璧なんですよね。例えばどんどん数字が大きくなってますね。 89×83 はって言われたら、まずこの後ろの3を軸にしてあげるんですよね。そうすると全足しで 89+3 は 92を思い浮かべてください。それに前掛けの8をかける。そしたら 92×8、 これも暗算でできてほしい。まず9と8で72が立って、2と8で16が立つ。そしたら7216っていうのが思い浮かべれば736ってなるわけですよ。だから736までは暗算でできる。さらにその先も暗算でできますよね。後ろ掛けで27、736に27足したら736と2が重なって87っていうふうになるわけですね。はい、これで暗算ができるというわけなんですよ。どうですかね。だからここまで今の手順を定型化すれば、少なくとも10の位が同じ場合は絶対に暗算でできるわけなんですよ。しかも早いペースで。これもパッと見て89392×8 で720と16で736で後ろ足して7387っていうノリで、その速さでできるようになるわけですね。まあそれが1の位が足して10だった場合はもっと早く、もう見た瞬間5、例えば54×56だったら56で30、46で24で3024ってすぐできるわけなんですけど、こういう感じでやっていくわけですね。ということで、まず10の位同じかなっていうふうに左からスキャンにしていって、あ、10の位一緒かなっていうふうに見て、10の位が一緒だった場合は1の位を足して10か、それその他の場合かについて説明していきました。じゃあ次、1の位が同じ場合、スキャンして10の位違うか、じゃあ1の位同じだってなった場合どうするか。
次10の位の合計が10かなっていうふうに考えてあげるわけなんですよ。例えば 72×32、 これっていうのは1の位が一緒ですね。では1の位一緒だ、じゃあ10の位はって思ったら 7+3 が10になってるわけですよ。ということで無事これのインド式計算が使えると。どうやって計算するか、簡単。まず7と3×21で、これに2をフィードする、2を餌をあげる、そうしたら23になりますね。だから23を書いてあげて、あと 2×2 を仕上げると4と、4は04、2桁に合わせてほしいんですけど、まずこいつをかける、でそこに2を足してあげる、あと最後にこの 2×2 でここに04というふうに合わせてあげるっていう感じですね。これについては理屈が分かれば一発なんですけど、今はとりあえず、あ、こうやってやるんだっていうふうに押さえておいてもらえばいいかなと思います。もう1個ぐらいやっていきましょう。84×24、 これは足して10、1の位が一緒っていうことが分かるので使える。で考えると 8×26 に4を足すと20で、 4×4 で16と、こういった感じですね。じゃあ1個だけ練習題を出します。 97×17 はどうですか、わかりますかね。もちろん1649ですね。 9×1 で9に7を上げて16と、で 7×7 で49、こんな感じでパパッと解けるわけですね。ということでまとめると、インド式計算はまず10の位が同じかどうかっていうのを見てあげて、10の位が同じだったら1の位の合計が10、はたまたその他1の位が合計が10だったら、例えば 44×46 だったらこの44だったら 4×5 して20で、あとは後ろの方をかける2024で、その他の場合は例えば 37×30 にしたら、これは何があったかというと、前足し、前掛け、後ろ掛け。ということで、前足しすると37にこの2を上げると39、かける前掛け3。39×3 は、サザンが9と27で117になるわけですね。117を立ててあげて、7×2 の後ろ掛け14を足すと1184になるわけですね。こういう感じでできます。じゃあ、10の位が同じじゃなかった場合、1の位が同じ。10の位の合計が10の場合のみ使えるわけですね。例えば、32×72、 これ何するかっていうと 3×7 して21で、この後ろの2をフィード、まあ餌あげて23ってやって22で04という感じですね。こんな感じでこの3パターン、このパターンしか使えないわけなんですよ。ということで超インド式計算、これはどのパターンでも使えるものなので、ここからはこの超インド式計算について説明していこうと思います。でその時に理論も説明するので、その後にインド式計算のこいつらの理論について戻ってこようと思います。 Oh!